学者の割には体力があるんだな。ありがとう。研究所が恋しくなったりはしないのか。ある人にもっと外に出ろって言われてたの。今は彼がなぜそう言っていたのかわかる気がする。外は危険もいっぱいだがな。危なくなったら守ってくれるんでしょ。頼りにしてるから。